皆さんこんにちは。管理生徒で皆さん、こちらのエンブレムゲットしましたでしょうか？これはですね、ビンゴミッションをクリアするとね、もらえるものになっているんですけど、そのビンゴミッションは、このミッションって押して、右下のこれですね、こちらを押すと、なんか何をすればもらえるかっていうのが表示されるんで、ぜひそちらを一つ一つクリアしていただけたらなと思います。まあ、タワーに10回行って、さっきやってた白波ガールズのイベントをやって、あとなんかちょっと交換したらね、もらえるって感じになってるんで、そこまで難しくはないかなと思います。で、まあ、こちらのエンブレムの性能がどういうものかっていうと、スイングエリアがプラス 2% して、ジャストで返球したら SS ゲージ増加量がプラス 5% っていうことで、まあ、めっちゃ強いわけではないね。ジャスト確定のキャラクターとかにやったらつけてもいいかなと思うけど、前にね、SS ゲージ増加量プラス 5%。これジャスト打たなくても、普通にね、どの打球であっても SS 増加量がプラス 5% なんで、まあ、こっちの方が強いとは思うんやけど、ジャスト確定のキャラにつけるとね、まあ、スイングエリアがプラス 2% っていうものがありますんで、今回はちょっと俺リルは持っていないんで、ちょっと闇の王子とか久しぶりに使おうかなと思います。で、まあ、次、ハードコートなんで、ハードのジャストのキャラで検索してみたら、なんかいっぱい出てきたんやけど、ジャスト確定のキャラあんまおらへんよね。まあ、アマタはありやな。アマタ入れるのと、あとま、この子たちはね、スイングエリアが広がらないっていう性能がついているんで、この子たちなしじゃないですか。で、さっき花見月にしようと思ったんやけど、この子って絶対ドリンク 5% のエンブレムの方が強いから。まあ、今回はね、この中野一花と、あとアマタを使って試合やりたいなと思います。一応ま、中野一花のラケットに関してエリアがめちゃくちゃ広がるラケットに、まあ、靴に関してはスピードタイプのスイングエリアがプラス 10% 広がって、スイングエリアプラス 7% もついてるよってやつにしていこうかなと思います。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手レート2128で、降臨闇と緑の王と幻想ルチアということで、私はね、花嫁一花アマタアマタの編成でいこうと思うんやけど、この子初手から強いから、まあこれでいこうかな。よいしょ。で、このラケットを打ったらですね、スピードとストロークがプラス 30% されるんで、相手に当たるダメージも上がるし、走りも上がるっていうね、優れものではあるんですけど、降臨闇の字久しぶりに見たな。え、これって相手ノックバックは元からないから、なんか体力とかからせたら結構熱いねんけどね。ただあの子めちゃくちゃ体力回復するから、それはちょっとね期待できないし、2ポイントだったらこの子特有状態終わったから、この子に変えてやってみようかな。まあ、この子の SS オンザラインやからね、まあ、ちょっとは抜けやすいでしょう。あとまあスイングエリアも広げてるから、この子のハイジャンプスマッシュも補給していけると信じて、この子でやっていこうと思います。きっといける。はい、いいですね。で、これではい、SS オンザで打っていって、ナイス。まあ、普通やったらラケットはね、ヘリオブライトとかにするんやけど、まあ、今回はちょっとエリア広がるっていうのがね、このこのエンブレムのメリットとなっていますんで、これで戦っていくと。まあ、その子は勝てなかったんじゃなかったかな。でもずっとこれ打てるんや。てか、それめちゃめちゃラッキーやな。どうしようかな。こういう時に体力を枯らせるこの子を出すわけですね。はいはい。あ、いいね。はい、全然いけるよ。この子特殊状態になったら可能性はあると信じてる。よいしょ。できるだけ相手に攻められないように。てか、確か、俺、幻想ルチアの対策でこの子使ってた時期あるわ、一時。やべ、これ、ガーンなるやつ。まあまあ、これしょうがないとして、まあ次のポイントも出してしまえばきっと勝てるでしょうと。ええやん。やっぱエリア広いって正義やからね。この幻想ルチアもね、結構スマッシュ強いんやけど、もうエリアさえ広ければラケット振っとけばね、なんとかなる感はあるから。まあ、鶴に当たったら、まあちょっとワンチャンこっちの方に跳ねてくれたら取れるぐらいなもんやと思うけど。いいじゃん。あ、てかこれあれやな。ダメージ上がるラケットの効果切れてるから、これで、はい。あ、消える球決まるんじゃね？はい。あ、普通にアマタが割と、あり説あるな。はい、というより2戦目やっていきたいなと思います。アイデレート2351で、カレンと光の王とピークということで、あ、ピークもいいな。あの子、ジャスト確定やってる気がするし、エリアもめっちゃ広いよね。まあ、とりあえず初手アマタ。いや、初手アマタ結構ありやな。だってカレンのさ、このなんか後ろのファフナーのやつもさ、ヘビーやけど、ジャスト確定やから問題なく返せると。いいね。これ相手カレンで取ってくれたら体力も枯らせてめっちゃいいんやけど、まあしょうがないね。あとこの子空中地面向こうまであんの。え、ワンチャンカレンに勝てるくね？それはさすがにちょっと持ってる？持ってるかもやけど、え、てかなんでカレンってちょっとずつ体力なくなってんの？あ、そうか、ちょっと体力消費して打つみたいなキャラクターか。え、モイセス打てんの？えぐ。そんなファフナーばっかりで返しててさ、そんな打てるとかおかしくない？てかギアショット無駄遣いした。やらかした。体力ない。ちょ、体力からしキャラの方が体力ないってどういうことだ？いじめられてます、私今。いけ！くそ！まあ、体力回復したから、これで。え、えぐ！そんな低い球になんの？別にヘリオの SS でもなかったのに？マジで言ってる？まあもうこれはしょうがないとして。いや、これ無理ゲーや！ずっとそっちで返されたら。でも体力なくなってきてるぞ、相手。ドリンクも来てないから。あ、これは、タヌキがこっちの味方をしている。来た、これ買収来たぞ。あ、いけ、消える球。やっぱそれ済ましたれんの？あ、でも体力ない。あー！
今ね自力で返させたから体力は枯らせたんやけど SS 打たれた。まあこれはちょっとしょうがない。まだワンチャンある取れるぞ点数。じゃあこれさボレー行かれへんのだるすぎん。あとさそのファウナで返してる間にドリンク取れるシステムずる。ちょっと待ってこれは一回諦めるか。ちゃうキャラ出すか。さすがに無理ゲーすぎるもんな。くそなんやねんそのキャラ。その戦法廃止しなあかんやろマジで。くっそーマジで。それで返すときの SS 増加量マイナス 50% とかはあった方が良かったやろ。いやもうこれはちょっとこの子で言っても勝算なさすぎるから一回なしにして、ここからのこの子ですよ。この子も空中地面向こうついてるからね。まあそれで打っていくって感じではあるんやけど、相手レフコスあるから取られたらやばい。はい終わった。まっすぐまっすぐ、じゃあはオンザラインのレフコス飛んできます。なので私は頑張って取りたいけど厳しいやろな。一回これで後ろ下げる。え、これファグナーの弾ってどう反応するんかな。なんかこれってねスピンやったら反応するみたいな感じやったと思う。はい取った。はい神。これは来ると思ってたよ。なんかちょびちょび前に来とったもん。俺もそうやって攻めるから、まあ、自分がされて嫌なことを相手にする。これ大事ですね。これが白猫テニスの鉄板ですね。あいいね、ファグナーの弾そうなんのね。ただ時間稼ぎ結構されたから、この子あれなんよ、 SS 打ってから15秒間だけなんよね特殊状態。そこがちょっと難儀なので、まあ、ずっと空中地面向こうにしようと思ったらルミエとかをリーダーにしてあげると結構良かったりするんですよね。これでいやちょっと待って、今の思ったより前に行ってしまったな。いや悔しい。え、そっからちゃうの来るの。え、その子ってどうなん。あ、レオコスでオンザ回数作戦なんかな。ちょっと怖いけど、とりあえず SS は決まりましたと。ヘリオじゃなくても意外と決まるもんやねんな。よし、こっから相手早い SS、SS じゃない、まっすぐ来るから、ま、これは絶対取っていって、で、こっから相手 SSS のキャラやから、もうちょいだけ攻めていい。たまんの早。交代時やったんか、まさかの。やられた。ちょっと負けてばっかりやったら悔しいんでね、ジャスト連発することができる色メロとか、あとまあこのエレナを使ってね最後やっていきたいなと思います。ただ相手ユニットな2日目2400は普通に強いんだな。まあとりあえずこれで一回サテライトで打ってでバーンやるで帰っ、あやべ、でもこれは間に合う。オッケーオッケー、落ち着いて取っていくと。よし一回ロブして、相手はあれやねんな、ドリンク回復アイテム取ったら5秒間ノックバック向こうもあるから極力取らせないようにして戦おうかなと思ったけど、そんなことは別に意識することはできなかったですね。とりあえずジスバーンって適当に打ってどないしようかな。よいしょ、これでとりあえず飛燕 SS の地縛り打ってからの、私も地縛り食らってるからエアモードは使えないから、まあ、そこは覚えときながらって感じやで、ね、これ俺だけ30秒間地縛り食らうの普通に半端ないな。じゃあ、あ、やべ。地味とそこ水溜り入ってたか。やっぱギリだほうが余計で取ったような気もせんでもないけどな。あれってちゃんとさ、水溜りの模様にさ、なんていうの、なんか、跳ねたりせえへんようになってんのかな。それとも、あれは、実は棒状みたいな感じなのかな。でもどうしよう。うわ、相手、飛燕 SS とか来る可能性あるの怖すぎん。一回、地縛りもうちょい大切に打つべきやったな。で、相手 SS 溜まってるの見えたな。で、こっからの、はい、通りました。カウンターします。オッケー。あ、そうか。上フリックのモードじゃないとジャスト確定になれへんから、俺は今回上フリックのモードで戦わなあかんねんな。どっちにせよ。さあ、一回後ろバーって下げて。あ、そうか。高いとこスマッシュもあるのね。オッケー。で、帰ってくると。で、地縛り SS 打っていって。よいしょ。いいんじゃこれ。ナイス。いいね。やっぱまあエレノア最強ですわな。ちょ、俺シエラ使ってな。エレノアに頑張って勝ちたいねんな。俺まだ全然練習してないからあれやねんけど。また勝てるようになったら動画にすると思いますんで少々お待ちを。あれマジか、ちょっとずつ早くなるもんな。これだいぶ5回したら1段階上がって10回したらさらに早くなるから、だいぶいっぱいされてやばいって感じだね。やっべ、 SS 打たれると思わなかった。あ、負けるかもしれない。エルノア使ってちょっと調子こいとったらあかんな。これは一回実適当に打って、はい。自主バレーセンスはね、ダイブで返せないから、やっぱりそっちの方走りたくはなるんやけど、まあ、フェイントで決まったって感じですね。圧倒的エルノアの方が手数は多いと思うけど、俺は頑張って使いこなそうとは思う。というわけで、まあ、今回のエンブレムね、まあ、弱くはないんやけど、使えるキャラは結構限定されてくるので、まあ、その限定したらね、上位互換ではあるんやけど、総合すると、まあ、ちょっと微妙だとは思いますんで、まあ、一応、こういうなんか特化編成とか好きなんやったら取っといて、で、普段使うときにはドリンク 5% とか、SS 増加量プラス 5% 使っていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、前にですね強いエンブレム10選という動画でちゃんと解説してる動画もありますんで、よかったらそちらもね見ていただけたらなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。